はい、こんにちは。投資家で医学出資者のタクです。今日もね、楽天証券で株、為替、これをやっていきましょう。えー、まあ、いつもね、非常に大切なお話をね、えー、しております。今日もよろしくお願いします。ちょっとね、寒くなってきて、風邪気味でね、声がね、ちょっと出ぬくいんですが、よろしくお願いします。で、まずマーケット情報、こちらを見ていきましょう。で、マーケット情報で指数、金利、為替。 をククリックするで、まあ、この画面はね、えー、僕、いつも動画でよく出してるので、皆さんわかると思うんですけど、今日ね、見たいのは、ナスダックではなく、まあ、いつもナスダックを見てるんですけど、今日はね、ダウ。なぜかというと、ダウ、昨日ね、えー、昨日ここかな、えー、暴落してるんですよね。うん結構なげは下げ幅。うーんまあ、ここも結構下げたけど、 えー、ちょっとね暴落しました、ねうんまあそんなね10年とかで見るとそんなね暴落ではないんですけど、えーまあ、嫌なことが起きないようにねこっからねさらにこう何て言うの、えー、暴落したりしないようにねまあ見ないといけないんですけど、まあ、もちろんねこの高根県にあるっていうのは、まあ、誰でも分かると思うんですがそろそろ調整が来るかなというふうにも思います。 ただね、まあのトランプ大統領が、まあ、大統領選近いんでね、株価はね、おそらくそこまで下げない。まあ下げた場合ね、ねトランプが負けてね、えー、まあ政権交代とかにもね、なりうるとは思います。まあ、その場合はね、まあどうだろうな、うんまた違った意味でね、株安うーん、ドル安になるのかなとは思います。うん でまあ、日経がこれですね。日経はね、そこまでなんか変動がないというかさうん、まあそこまでなんか揺れてはないですね。で、一番ね、今見てもらいたいのが為替です。為替ね、昨日ぐらい、ずっと前からね、大変だったんですよ。これ5ドルだけどずっと下がってるでしょう。えー、ニュージーランドドルも下がってるでしょう。えー、ポンド円とかもずっと下がってる。カラダドルも下がってる。ユーロ円も下がってる。 で、ランド円も下がってる。いろんなものが下がってるんですよ。香港ドルもね、ここまでずっと下がってたって。で、えドル円もここまでずっと下げてましたね。で、えー、っと、ここでね、まあ、よく皆さんトレードされるドル円をちょっと見たいんですけど、まあ、これですね。うん1分足なくて、冷やしかな。で、えー、っと、ここ見てもらったらわかるんですけど、ここからねど、すっごい下げてるんですよ。で、106円。 50銭ぐらいから、まあ、104円ぐらいまで、まあ、2円ぐらい数日でされましたね、まあ、そこまでねボラティリティは大きくないので全然ね余裕なんですけどただまあのー、最近ね、えー、買わせ始めた人からするとねこんなに暴落したらね、まあ、大変かなっていうところはありますだただまあ、そこまでねえー、っと僕個人的にはねそんなでかい暴落ではないと思ったので104円 代で、えーまあ、ある程度買いましたねで次の暴落に備えて、もし暴落が来たら、ね、103円でもしっかり買えるように、まあ、資金をちゃんと、ねえー、持ってるんですけど、まあ、1回目しっかり買ったのは104円になります。まあ、こういう安いところでしっかり買ってね、えー、買うっていうのはね、まあ、なかなか、ね、皆さんできないんですよ。なんでかというと、暴落したら、ね、もうだめだってみんな思ってしまうんですよ。 だからもうだめだと思ってしまって買いに行けないと。でよくねあの、落ちるナイフはひ拾うなじゃなくて、落ちるナイフは触るな、触れるな、まあ、そんな,、ね、なんか格言があってね、そういうこと言うやつがいるんですけど、じゃあいつ買うのって話なんですよ。だから結局そういうやつは、そういう投資家は買えないんですよ。うん、落ちるナイフは触るなとか言って、じゃあいつ買うんだよって話なんですけど、あの結構ね、まあ、そういうね、あの本当に。 投資ややっててないやつがね、まあ、解説してたりすするんですけど、まあ、ここはねあの本当に買い場だったと思いますで,ここで買って安いからこの辺で今今日とかねこの辺でちょっとリグって、まあ、利益確定したりしてね、えー、結構美味しい相場でしたね、うんえー、そういう感じのね短期トレードっていうのも結構できますし特にこの安いんでほんとここの104円とかこういうとこで買わないと、えー、マジでいつ買うのって話なんですよ で、買ってちょ、ちょっと利確して、またね、えー、ちょっとまだ持ってるんですけど、まあこれをね、どうしようかと。うん、もしね、103円に来たら、また103円でもしっかり買いたいなと思ってるし、まあどの辺を目安にしようかなとは今考えてはおります。はい。まあ、ドル円ってね、あんまり動かないイメージが多いんですよね、うん。っていうのも、もうほとんどね、レンジ相場で動いてないと。 今回この辺ですね。106円から104円ぐらい。まあ2円ぐらいね。2円ぐらい動いただけでみんなね、びっくりするんですよ。こことかもそうだけど、こことかもすごい下げたけど、これぐらい2円ぐらい下げたらね、こことかも。みんなすごくびっくりして、えー、するんだけどあの、普通に2円は動きます。えー、だってここ見たら112円じゃん。ここ112円からずっと下げて、ここね、これ101円ぐらい。うん ここ10円幅は十分落ちてるんで、なんで、全然10円くらい落ちても別に不思議ではないんですけど、ただ、最近の、最近はこういう狭いね、狭いレンジね、狭いレンジの中に最近は入ってしまって、ほとんど動かないというのが多いです。なんで、逆に言えばね、ドル円って一番簡単なんですよ。ドル円で勝てない人は多分どれやっても勝てません。これはね、本当の話で、 あのなんかね、いろんな方がいろんな通貨を、ね、あのやろうとするんですけど、っていうか解説してるんですけど、あのー、別に、ね、どの通貨がいいとか、そういうのはなくて、あのー、基本的に、まあ、日本人だったらドル円やっといたらいいかなと、もしくは,もしくはユーロドルとか、どっちかですね、ドル円かユーロドルか、ただ僕は、ね、あのユ,ユーロドルあんま好きじゃなくて、えー、ユーロポンドとドル円と、 がまあメインですね。うん。まあたまにね、あのー、5ドル円とかニュージーランドドル円とかカナダドル円とかいろんなのやるんですけど、まあメインはね、今のところメインでやってるのはユーロポンドとドル円ですね。っていう感じで、えー、まあね、結構ね、人によってやっぱりやり方も違うし、その,その人が言ってるやり方がね、他のね、 方が言ってたり本で紹介しているやり方がね正しいわけでもないので、まあ、自分のやり方を見つけてね、えー、勝てるようにトレードするっていうのが、まあ、一番ね、あのー、この業界で長くやっていく上では大切だと思います。うん、その誰のやり方がいいとかそういう問題ではなくて、まあ、そこはね、しっかり覚えておいてほしいです。まあ、よくね、なんか俺のやり方したらね、絶対勝てるみたいなこと言ってるやついるんだけど、あのー、その絶対とかないから、そもそも。うん あの絶対勝てるとかないし、人によってね、やり方も違うし、資金量も違うし、トレードする時間も違うし、いろんなものが違ってくるので、まあ、なかなかね、そんな俺の言う通りで勝てるとか、そういうのはね、ま,あ、まず嘘ですね。はい。ということで、えー、っと、まあ今日はね、これで終わりたいと思います。いやー、なかなかね、今本当一番安くていいところでね、えー、ドル円買えたしね、うん、あまあ嬉しいなとは思いましたね。 ということで、えー、っと、この辺りで終わりたいと思います。まあ、大統領選挙ね、これからどうなるかっていうのは、お、あ、今すごい。ユーロポンド落ちてきた。ちょっと売ってたんで、ちょっと買い戻そう。え、めっちゃすごい。ユーロポンドがね、今ね、めっちゃ落ちてきたんで、ちょっとね、話中なんですけど、ごめんなさい。今トレードします。えー、まあ、ユーロポンドの売りもね、よくやってるんで、買い戻しを今すぐちょっとやらせてもらいます。ということで、えー、っと、今日はこの辺で終わります。えー、最後まで動画を見ていただき、 ありがとうございました。